こんばんは、高校生です。僕は IT 分野に興味があり、情報系の専門学校に行くか、就職して働きながらオンラインスクールや塾で学ぶか迷ってます。どちらの方がいいでしょうか。また IT 分野やっていける人でやっていけない人の特徴がありますか、ということなんですが、専門学校に行ったからといって成功するってことはないです。例えば僕の、今日の概要欄にも入ってますけど、僕は実は YouTube ってサブチャンネルで、メインチャンネルは D ラボって言って、自分が作ったこう心理学とかの知識とかをね、今日もやったんですよ。今日は浮気癖と、今日概要欄に入ってますけど、浮気され癖を心理学的に直す方法って動画を配信したんですけど、自分独自の、知識のネットフリックスみたいなプラットフォームを作ってやってるんですけど、そのアプリを作ったのが、サービスを作ったのが、うちの弟の圭吾くんっていうね、2番目の弟なんですけど、圭吾くんはそもそもうちの会社に来るまでアプリの開発でやったことがなくて、専門学校とかにも行ったことがないんですよ。もともとゲーム大好き、ひきこもりくんみたいな感じの、キャラクターで、大学にも一応行ったんだけども、中退しちゃったんで、一応最終学歴は高卒なんですよ。で、そういう人でも、いきなりプログラムの勉強ちゃんとして、初月8億とか、売り上げるような、そういうサービスとか作れてるので、だからね、実践の方がいいと思うんで、専門学校行くぐらいだったら、ちゃんと勉強できるところに行って、自分で勉強して、で、会社にそれを認めてもらって、サービスを作るとか、携わるとかってことを実践から行った方が多分全然いいと思いますけどね。うん。専門学校で言っても、お前じゃあそれで、何かけんのって言われて終わると思うんで、うん。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。